皆さん、こんばんは、ラネでーす。で、今回はね、前回の動画の続きになりまして、ニコルと今、撮影しています。コーヒーしか飲んでないのに、ちょっとだいぶやばい状態になってる。コーヒーで酔うわ。こんにちは、私はニコルです。イタリアとオーストラリア人のハーフで、今、大学生です。で、日本に来ては今、どれくらいですか？今は1年半ちょっと。一年半ちょっとですね。今日ですね、ちょっと日本に来て、やっぱイタリアと違って、びっくりしたことがあるところがたくさんあると思いますので、それについてちょっと今日は聞きたいと思います。Okay. 今日はちょっとやばい、やばいっていうか、生原酒の大吟醸でございます。ちょっといただきます。度数だけ酔いたい時に飲むべきものだなと思う。もう一口でも結構きた。マジで飲んでみたい。うわーって気になる。なんか強いおつまみが欲しいね、これこいつに。じゃあまあテーマに入りたいと思います。Okay. じゃあ日本に来て日本で驚きましたっていうことについてお話。最近気づいたことは犬と関係があることなんだけど、なぜ最近犬と関係あることに気づいた？なんか私犬大好きね、めちゃくちゃで犬飼いたい。でもなんか日本で犬を飼うのがすごい高いし、あと大変だし、でなんか犬種類も結構見るとなんかトイプードルとチワワと柴犬しか見ない。あれないね。これ私の好きなコーギーです。まあたまにいるんだけど最近あんまり人気なくなったからさ。でっかいのもいないし。なんかあでかいの、そう、私でかいのが結構好きだからさ。ね、私もハスキーとかすごい好き。あだよね。あんまり見たことないね日本で。見たこと、飼ってる人は見たことあるけど、でもペットショップとかね、どんなところで見たことない。それともなんていうセインバーネット、なんかめっちゃ高い。あ、分かった。ロシア語だと分かる。それないし、なんだろう。で、ペットがなんかすごいいい格好してる。なんか、格好してる。ペットショップで？いや、違う違う。飼い主がペットを、なんていう、漁師みたいなところ。一人で、なんかよく分からないこと言って、これで一人で盛り上がってもいいな。ごめん、ペット今飼ってないのか分かんないんだけど、犬が耳を染めてるっていう、あだって表現合ってる？合ってる？ちょっとね、飼い主がカラーとか、ね、カラーしてるし、なんかおしゃれしてるみたいな、それだそうです。だそう、ね、何色だったの？青とピンクな、こっちは青。ああ前は原宿系ファッションだったけど、原宿系犬です。なんか日本のペット文化と海外のペット文化が全然違って、そうで、なんかもう海外だと普通にペット扱いになるなんですけど、日本だったらもっとなんか飼い主がおしゃれであれば、自分のペットもおしゃれしたりとか、なんかいろんなファッション楽しんでりとかやってるのが、びっくりしたっていうこと。そうだね。なんか普通に犬飼えないのがちょっと辛い。あと犬を飼えないこともだいぶ辛いみたいですよ、ね。めっちゃお金かかりますもんね。だよね。ロシアだと結構なんか友達とか知り合いに聞いたりとかさ、無料でもらえることが全然あるので、そう、イタリアもそうだね。こうわざわざそうこんなにたくさん金額を払って育つのは、まあ一般の外国人から見たら、まああまりないかな。そうだよね。ペット以外で驚いたこととか、なんかイタリアと全然違うとか。ああ、確かに。イタリアに全然ないものなんだけど、日本結構あるのが、なんか話してる車とか。話してる車だってさ、ホストとか、なんか、キャバクラのトラックがあるじゃん。ああ。ずっとうるさくて、なんか曲とか流したりしてて、どんな感じ？なんか「バーニラバーニラバーニ」それみたいな、なんか時給が高いみたい。それね、だって普通にさ道歩いてなんかリラックスしたいけど、なんか急にさ
このめっちゃ降りてきて、そう。それとも、あの区役所のなんかあのアナウンサーとかたまにある私の住んでるところもなんか朝とかこれは区役所ですみたいに言ってるかわからなくて、ただ音がなんか話してるみたい。何時から？なんか特に夜でも朝も多いよ。なんか10時とか、なんか最近コロナとかでなんか行ってるんだけどかな。でも確かにロシアもこうなんかある。喋ってる車が。ちょっと喋ってる頃もなくてないね。ないね。ね、まあ、ホースクラブもないんだよね。ホースクラブもないからね。確かにそういううるさい広告もできないんだけどね。そう。二つ目としては、こう、いろんな広告がついてる、うん、あの、うるさい車があったりとかして、うん、でそれは、まあちょっとランナーの話になるんですけど、やっぱね、ホストとかね、この車でイケメンの見ると、ちょっと行きたくなりますね。人による。おいおい人によるんだけど。人によるだそうです。私も行ったことないからわかんない。でも行きたい。なんかそうそう、初めて帰ると安いらしいからさ。行ってみたいね。行ってみたい。ね、キャバ嬢も行きたいよ。なんか、キャバクラも面白そうじゃない？次は、いつも、ペットにも話戻るんだけど、なんかペットが飼えないけど、うん、日本はすごいたくさんのペットカフェがあるから、それすごい面白いことだなって。ああ、確かなんかロシアだったら全然ないなんだけど。うん、誰もない。ない。全然ない。そう、だから日本に来てから、なんか猫カフェとか犬カフェあると思って、で普通に行ってみたら本当になんかペットと遊んでてコーヒー飲んだりできるから、なんか結構。可愛い環境にいるのがちょっと気持ちが落ち着く。ペットを飼えないから、袋物のカフェもあるし、ヘビのカフェもあるし、なんか本当に何でもあるから面白い。行ったことある？ない。ない。ない。なんかペットだけじゃなくて、もうテーマカフェもいっぱいあるじゃん。アニメとか。ああ、確か確か確か。なんか秋葉原は特にたくさんありそうね。そう、メイドカフェとか、なんかいろいろ面白いから本当になんか。別の世界みたいな。なんかそれはわかるだよね。あれめっちゃメイドカフェ行ったことある？働いたことある？やばいよ、行きたい。私も働いてまた働けるじゃない？働きたい。多分働く。おい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 バカにしないでくださいよ一緒にいよう。だから多分、このルックスで面接受けたいって言ったら絶対あのウェルカムになるだと思うよ。いいな、やってみたい。秋葉一になるじゃん。秋葉原一のメイド。やって、美味しくして。やだ、美味しくして。やだ、もうないよあるよ、ない。あるよ。こんなに恥ずかしいことしないといけないの？美味しくなるから。なるわけねえよねなるわけねえよねなるって教えてもらいたいんだけど恥ずかしい。はい、じゃあやりますね。 OK。ありがとう。やってください。はい、じゃあ、美味しくなれ、萌え萌えキューン、かわいい。じゃあ、今のもね、今のもね。美味しくなった。すごい、ありがとう。私もやろう、そっちの二度とやろう。服まだ持ってる？持ったな。うん、もう返しちゃった。だって一般の生活で使えないでしょ、あれは。使えるそれ。だってハロウィンとかそう、ハロウィンで。でもその時期はそれは考えてなかった。そうね、彼氏ができたらさノーコメントまあわかんないんだけど、なんか人によって趣味が違うのかな。そんなにそんなに可愛い服だからさ、なんか友達とも遊ぶとき写真とかね。あ、さもうやめようはい、で今日の動画はこんな感じでした。皆さんどうでしょうか。ちょっとランナーは結構恥ずかしい思いしてたんですけどその努力が無駄にならないように高評価ボタンやチャンネル登録をお願いいたしますコメントにもね、なんか優しい言葉言ってくれればちょっと嬉しいんですけど、まあいいや。とりあえず、ニコールも自分でチャンネルをやってまして、そちらのリンク貼っておきますので、そちらの方にもぜひチェックしてあげてください。お願いします。じゃあ今日も最後まで見てくれて本当にありがとうございます。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。